今回はですね、7月10日の、水蓮農園の、ハスと水蓮の開花の様子を見ていきたいと思います。まあ、7月はね、本当水蓮の一番いいシーズンですね。まあ、ハスもそうですけど、まあ、ハスも咲いてますし、水蓮も耐寒性も熱帯も、どっちもね、ちょうど咲いてくる頃で一番ね、本当開花数が多い時期ですので、今の時期ね、本当たくさんの品種が咲いてますので、ぜひね、動画最後まで見てって、皆さんのね、お気に入りの水蓮を見つけてですね、ぜひね、ヤフオクで購入してみてください。これがですね、無名の白八重咲き中型種ですね。めちゃめちゃね、これ花形整ってて綺麗ですね。なんか風で揺れててこう眠くなりそうですよね、めっちゃ綺麗です。真っ白でね、花弁もねほんとめちゃめちゃ整ってますね。いやめっちゃ豪華だな。これ白のね八重咲きで今年からね、導入しました。ハスはねほんと種類がね今まで少なかったので、今年ね、結構な数10品種以上はね、お迎えしましたので、来年もねその辺はね株分けして新しくねどんどん販売していきますので、ぜひね楽しみにしててください。今ねもう割りかけの小麦比かな。でこっちが小倉田一国ですね。こっちももう割りかけですね。そしてこちらがひまわりです。これも咲きかけって感じですかね。これから多分開いていく感じなんですけど、つぼみがねまだめっちゃいっぱいありますね。葉っぱもねいっぱい出てて、これ多分葉っぱね結構ちっちゃいんでね、小型ですね。多分コンパクトに育てられると思います。10リットルバケツでもね多分いけんじゃないかな。横身がねまた可愛いですよね。このまん丸しててね、この花弁の先にちょこっとですねピンクが乗ってる感じ、これねめちゃめちゃ可愛いですね。ちょっとねもうちょっとしっかり見たいんですけど、アザミウマに結構ねやられちゃってますね。こちらが小麦比ですね。こちらもね綺麗ですね。こちらね完全に小型品種です。これもう2日目か3日目ぐらいだと思いますけど、いやー綺麗ですね。この先端のね、ピンクがねまたおしゃれで可愛いですよね。でね中心部に行くにつれて黄色っぽくなっていく感じ、いいですね。そしてここからね水蓮を見ていきます。これは多分姫水蓮のレイディケリロゼアかな、多分そうだと思います。でこちらがねフェイマクドナルドが二輪咲きですね。手前の方が多分開花初日で、奥のが2日目が3日目ぐらいって感じですかね。このね淡い紫がねめっちゃ綺麗ですよね。めっちゃ綺麗です。多分1個前の動画でもアップしてると思うんですけど、花上がりがねめちゃめちゃいいです。でこっちもね、これも多分株分けした方のフェイマクドナルドなんですけど、今咲いてますね。アゾカン交配種はねほんとね花上がりいいですね。まあその辺はね多分熱帯水蓮の血をね受け継いでるって感じですね。こちらも小株のシャーレンストローンですね。でこちらがサイアムビューティーですね。なのでですね、熱帯水蓮買いたいけどちょっとね越冬が心配だよっていう方はですね、今紹介したアゾッカン交配種でしたら、まあ熱帯水蓮のあの紫とかの色合いプラス花上がりの良さを持ちつつ、耐寒性水蓮並みの、耐寒性を持ち合わせてますので、おすすめです。こちらコロラタですね。コロラタもね咲き始めました。あれは植え替えてないので植え替えなきゃです。でこっちは去年植え付けた、ポットの、ピンクワンダーですね。こちらね多分もう販売しちゃいました。もう1株2株はねありますけど、もうね咲いているのは開花実績内としてね皆さんのところに、販売させていただきました。でこちらも、今年の春株分けした小株ですね。こっちが、これあれですね、サヤムニンフですね。ね、もうね結構ニンフなんですけど開いてきてるので、開花2日目か3日目ぐらいだと思います。こんな感じでポリポットに植えてます。ちょうど葉っぱで見えないですけどポリポットに埋まってます。果たしてね妊婦のこれは何なんだろうな、いつ植え付けたやつかと番号ですね。番号とかアルファベットを多分ね付けてあると思うんですけど、これは4月6日に植え付けた妊婦 A ですね。妊婦 A がね4月6日か6日に植え付けて、もうねこんな大きくなってね立派な花咲かせてくれてます。成長早いですね。本当ね多分ね結構ねちっちゃい苗だと思いますけど、見事にね咲いてくれましたね。こっちもね今年春にね株分けして植え付けたアーカンシェルですね。こっちもねでかくなってきて、多分あれ3株ぐらい入ってるんですよね。でこっちが手まりですね。なのでもうちょっとね透かせてあげたいので、あれももしかしたら販売するかもしれないです、アーカンシェルも。
で、こちらがメキシカーナですね。で、ここにガガブタが可愛く咲いてますね。すごい均等にいい感じのところに咲いてますね。すごいな。で、これが夜咲きのテキサスチェルピンクです。多分ね、これもう開花しちゃって終わってる感じかな。つぼみがあるってことは多分終わっちゃってるか、ちょうど開花最中で閉じたねタイミングだったかもしれないです。夜咲きなんでね。で、こちらがサイアムパープル2ですね。先ほども言いましたが、アゾッカン交配種なんで花上がりめちゃめちゃいいです。で、こっちがビーオリシャスですね。ビーオリシャスの方が濃ゆいイメージですね、パープル2より。このね、紫がね楽しめるんですよ、アゾッカン交配種は。耐寒性スイレンの寒さ対策をね、耐性を持ちながらね。こっちはまたね、フェイマクドナルドですね。どんだけフェイマクドナルドあるんだって感じですけどね、まあ、株分けしたらね、いっぱい増えてくれましたので、多分ね、ちょっとはね販売もしていくと思います。で、こちらも今季初導入のアウグギーですね。これ多分前の動画でもね紹介してると思うんですけど、こちらはアゾッカン交配種ですね。アゾッカン交配種がね今めっちゃ咲いてますね。ちょうどアウグギーもそうですね、2輪咲いてて、今のがサイモンピンク通貨、めちゃめちゃね咲いてます。で、これがペインテッドレディーか、あ、違った、ラインタイでしたね、ごめんなさい、ラインタイですが、これはちょっともうこれもね今季初導入のスイレンなんですけど、ラインタイもちょっと色が薄いの、多分アズミウマに結構ねやられてるのと、開花ね何日か経ってるので、ちょっとまだ本来のね花色じゃないので、またね綺麗に咲いたらねアップしますね。ぜひね綺麗なラインタイ見てください、めっちゃ綺麗なんで。この後ね多分開花して動画に、撮ってはあると思いますので、楽しみにしててください。こちらもアゾッカン交配種で今季初開花初導入の、品種ですね。新しくね、導入したスイレンです。ピンクシルクですね、濃いピンクって感じですね。これもねアゾッカン交配種で熱帯スイレンと耐寒性スイレンのハーフです。これも多分ね比較的新しい、スイレンだと思うんですけど、アゾッカン交配種で濃ゆいピンクって感じですね。めちゃめちゃ濃ゆい、蛍光ピンクのめちゃめちゃ濃いのって感じですかね。めっちゃ綺麗ですよね、ピンクシルクです。ほんとね花の色の感じがめっちゃ綺麗なんですよ。いやー、いいですね。マイアミローズとかよりはちょっと薄い感じだけど、マットな感じですかね、色合い的に。いやー、めっちゃ綺麗です、ピンクシルクですね。こちらですね。で、あとはブラッシングブライドですね。前の動画でも紹介したと思うんですけど、こんな感じでちっちゃいポリポットに植え付けてですね、80リットルたらいに沈めてるんですけど、全然ね咲いてくれますし、花上がりもねまだつぼみがあるぐらいなんで、結構ね結構いいですね。ね、ブラッシングブライド結構咲いてくれてます。あのねちっちゃいポットでもですね人気いっぱいですね。この日はねそこまでめちゃくちゃ咲いてるってほどでもないですね。これが、ミスサイアムですね。結構ね大輪です。で、こっちがサランラープですね。サランラープはミスサイアムに比べると花弁がねシャープな感じですね。まあ、似たスイレンちょっとね一緒に入れてます、ミスサイアムとサランラープ。皆さんねどっちがお好みでしょうか。で、こっちが熱帯スイレンのオスタラですね。オスタラねほんと可愛いですよね。この薄ピンクに中心が黄色、いやめちゃめちゃ可愛くて、この葉っぱもね模様がついてておしゃれなんですよね。かなりねお気に入りの熱帯スイレンです。これからね多分ねもっと咲いてきてくれると思います。7月後半とかね8月になってくるといよいよね熱帯スイレンも本番って感じですかね。こちらがピンクワンダーですね。めちゃめちゃでかい花咲いてます。このね7月前半がねやっぱ雨が多かったですよね。なんか梅雨明けしたけどまた梅雨入りみたいな感じでしたよね。なんか結局、まあ、今7月多分これアップしての後半で、あれなんですけど、だいぶ天気良くなってきたんですけど、この時期雨ばっかでしたね。これがサンファイヤーですね。これも、去年から導入、去年の秋ぐらいにね、ちっちゃい株導入して、今年からのスイレンって感じですね。サンファイアもね、まだ株がちっちゃいからかね、めっちゃシワが寄っちゃってますね。もうちょっとね、綺麗に咲いてくれるといいんですけど、もうちょっとね、成長してからかな。で、こっちはマンカラウボンですね。で、あとは何が咲いてるか、ピンクドーンはなんか半開きって感じかな。ピンクドーンもね今年ねよく咲いてくれてますね。こっちもピンクドーンですね今映ってたの。
いやこれ綺麗だな。これはレモンメレンゲですね。このね黄色八重咲きめっちゃ綺麗、レモンメレンゲです。どうですかこの黄色の八重咲き。ペリーズダブルイエローより花弁がね丸くなっててちょっと可愛い感じですね。ペリーズダブルイエローはもっとシャープになってる、感じです。でこっちが、あこれもね今季初導入ですね。いやこれめっちゃ綺麗だな。これ多分オーサムですね。これね今季初開花でめちゃめちゃ綺麗ですね。グラデーションがねほんと綺麗で、まあ、中心部が黄色っぽくて外に行く感じでちょっとピンク色が混ざってるような感じ。色合い的にはブラッシングとかにちょっと似てる感じもしますね。いやめちゃめちゃ綺麗です。グラデーションがねほんと綺麗ですね。めっちゃ綺麗に咲いてます。いやいいですね。ガガブタもねちょうど咲いてますね。ガガブタとオーサムのねコラボです。でこちらがウェディングドレスなんですけど、ウェディングドレスがねなかなか綺麗に咲いてるとこが見れないんですよね。多分ね若干早起きなのとアザミウマにねめちゃめちゃやられるんですよ。なぜかねこのウェディングドレスアザミウマがねめちゃめちゃつくんですよね。これでも結構綺麗ですね。綺麗で結構ね白みが強いかな。ほんのりね黄色が乗ったりするんですけど、これちょっとね白いですね。こっちはもう2日目ぐらいかな、半開き。多分早起きなんですね。もっとねほんと早くから咲いてくれてると思います。もうちょっと、ね、早く来ればいいんですけどね、水蓮の上の方に。アーカンシェールもうちょこっと咲いてましたね。でこっちがキングオブサイアムですね。これねもう植え替えてないですね。植え替え間に合わなくて植え替えてないですが見事に、ね、咲いてくれています。でこちらがねタンクワンですね。タンクワンもねアザミウマにねよくやられるんですよ。これがめちゃめちゃねアザミウマにやられてちょっとねダメージ受けてますね。開花2日目ぐらいかなおそらく。タンクワンでラズベリーがお休みで、ミスサイアムがね咲いてますね。こっちも咲いてます。あこっちの方が綺麗ですね。こっち多分開花、1日目ですね。ミスサイが、咲いてます。いやー綺麗ですね。ミスサイアムも相変わらずこんな感じです。どうですか奥の方は多分もう2日目か3日目ぐらいで終わりかけですね。こっちがね開花1日目ですね。あでこれがピンクグレープフルーツなんですけど、なんかね色薄いっすよね。我が家のピンクグレープフルーツやけにね薄い。これピンクグレープフルーツかな。本当にちょっとね怪しいかな。いやでもこんなもんかな。ピンクグレープフルーツってもうちょっとなんか、濃いオレンジだった気がしますけど。でこちらがチョンプレアンカーンですね。3輪咲いてますが、これが開花1日目でねめっちゃ綺麗ですね。これあれですね、あの柔らかい感じのねピンク色で、色的にはピンクワンダーよりはちょっと濃いかな。でもグラデーションが綺麗ですね。本当中心花弁の元の方がね濃いピンクな感じですね。いやめっちゃ綺麗です。これもね今年から、まあ、去年秋に導入して、今年開花したやつですね。でこっちがマンカラウボン。いやマンカラウボンも綺麗に咲いてくれてます。でお隣さんが似てるハワイアンゴールドですね。ハワイアンゴールドもねほんとよく咲いてくれますね。花上がりめちゃめちゃいいです。マンカルボンと同じようにこんな感じでちょっとねちっちゃいですね。肥料切れかな。そろそろ追肥をしなきゃいけないんですけど、この時まだしてなかった気がします。でこっちがゴンネールですね。ゴンネールも、綺麗に咲いてくれてます。でこっちがマニーレッドです。でもね2輪咲いてますね。マニーレッドこっちが2日目ぐらいかな。奥が手前が多分開花初日ですね。マニーレッドはね暑くなってくるとちょっとなんか勢いが衰えてくる感がありますよね。マニーレッドは出足はねその分めちゃめちゃ早いですね。春とかね、暑くなりすぎる前の方が好きなね睡蓮って感じですかね。マニーレッドも綺麗に咲いてます。二輪咲きです。まだつぼみもあります。なんだかんだ言ってまだまだあるかな。でこれね葉っぱの陰に隠れてるんですけど、いやめっちゃ綺麗で、オールモストブラックですね。オールモストブラックもねめちゃめちゃ綺麗ですな。真ん中のね真ん中部分ですね、中心部めちゃめちゃ噛みましたけど、蜜もねたっぷりありますね。このね濃い赤がいいですよね。オールモストブラックもね結構人気ですよね。自分も今ヤフオクで多分出してるのが多分今季最後かな。小株が成長してくればまだ出すかもしれないですけど、今株分けしてるのでほぼほぼ終わりぐらいだと思います。オールモストブラックです。いやーいいですねこの色合いが。
ゴンネイルよく見たらもう一個隠れてましたね葉っぱの下にゴンネイルもう一個隠れてて二輪咲きでしたね。であとはブラッシングは開きかけ、これはサイヤムエンジェルかな、エンジェルももう終わりかけですね。で本当ね毎回咲いてるシャーレンストロンですね。シャーレンストロンは本当花上がりいいですね。まあ本当咲いてない日の方が少ないぐらいな感じで毎回見てる気がします。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またねヤフオクで睡蓮や水生植物購入してくださった方もありがとうございます。またね、インスタとかツイッターとか SNS でですね、開花報告とかね、上がってきてですね、とても嬉しい限りです。自分が育てた睡蓮がねお客さんのところで綺麗に咲いてくれてて、とても嬉しいので、ぜひね開花したらインスタやツイッター、上げてくれるとね、自分も見に行けるので嬉しいです。ではまた。